ちは。ちかです。今回はおしゃれな窓の作り方について説明していきたいと思います。後ろにあるこの白い針ボケに窓を7種類作っていきます。窓の大きさは高さ3マス、幅2マスで作っていきます。まずは白の窓を設置します。石材系の素材を使うと重厚感が出るので、お城などを作るときにおすすめです。窓の周りを囲って、白く染めた石の手すりを柵代わりに使います。大きなタペストリを貼り付け、壁掛け食材も使って高級感を出します。窓の上に城の壁、木を乗せて、屋根っぽく見えるように斜めカッターを入れれば、お城風の窓が完成。それでは二つ目のパターン。マグネブロックで獅子の湯飾りをカモフラージュします。マグネブロックを使えばどんなアイテムも1ブロック分の大きさとして認識されるので、高さが2ブロックある湯飾りも重ねることができます。マグネブロックの入手場所については検索してみてください。ガラス窓を設置して、壁との隙間は屋根で隠します。食材を取り付ければ、お屋敷風の窓が完成。次はバルコニータイプの窓を作ってみましょう。今度は丸みのあるパーツを使って柔らかい印象にしていきます。石の円柱は装飾に使うだけで、立体感と高級感が出るので、装飾アイテムにおすすめです。屋根はあってもなくても、お好みで OK。バルコニー付きの窓が完成。ちなみに窓の部分を、ダウンロードコンテンツ素材のガラスサッシに変えると、実際に出入りできるバルコニーにもなります。今度はステンドグラスを使ってみましょう。かっちりしすぎず、柔らかい印象もある、教会風の窓を作っていきます。白く染めた城の床レリーフを並べて、大木の派手ナチュラルさも加えつつ、石の円柱も取り入れて神聖な印象に。石のレリーフもさりげないポイント。染色できる支え木も装飾に取り入れやすいアイテムの一つですね。こんな感じで屋根も乗せれば、教会風の窓が完成。次は窓の幅を広げて、少し開放感のある感じにしてみましょう。今度は絨毯を装飾に使ってみます。今まで装飾として使ってこなかったアイテムでも、思い切って使ってみたら、意外と可愛かったりします。
ちなみに今使っているフレームガラス斜めは、ダウンロードコンテンツの近代建築パックに入っています。この木の細柱も近代建築パックのアイテムです。有料パックですが、建築の幅がかなり広がるのでおすすめです。階段素材を屋根代わりに使えば、リゾート風の窓が完成。続けて今回も窓の幅を広げます。おしゃれ柱、火を置いて、植木鉢代わりにします。今回は木材をメインに取り入れてカジュアルな雰囲気にしてみようかな。つながるガラス窓で開放感ある大きな窓にします。両サイドは縦長の窓にしよう。単純に置いていくと窓が連結されてしまうので、固定したい形をスキャンして設計図を作ります。そしてここに設計図を配置すれば、連結されずに縦長の窓が作れました。反対側も同じように作ります。窓の一部を持ち上げて戻すと、連結が解除されて模様が作れます。柵代わりに木の格子を使い、屋根は白く染めた白の床を使ってみます。ドーム型になるように整えれば、別荘風の窓が完成。ちなみに柵と窓を取り外して、近代建築パックに入っているリビングドアを使えば、玄関を作ることもできます。ラストは 2×2 マスの窓を作っていきます。下の段を砂町のレンガ壁に変えて、窓の下には出っ張りを作ります。祭りの旗をつけて可愛らしい感じに。この木の間仕切りは和風パックに入っています。ストライプ風にも見えますね。木の窓を4つ重ねます。格子を模様代わりに並べれば、カジュアルで可愛らしい窓が完成。ちなみに和風パックがない場合は、代わりにはしごを使っても可愛いです。
というわけで、おしゃれな窓の作り方については以上となります。基本的には窓周りに装飾を足して立体感を出すだけで、おしゃれで豪華な窓に見せることができます。お屋敷やお城などの豪華な建物にもおすすめなので、ぜひ作ってみてください。参考になったよ、という方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。